はい、どうも、めちゃぬるです。本日私はですね、こちら、ホリデーインスイーツ、新大阪さんの方にね、一泊お邪魔させていただいてまして、もう間もなくね、チェックアウトをさせていただいて、今日はね、これからハイアットリージェンシー、大阪さんの方に向かっていきたいと思います。こちらのですね、ホリデーインスイーツ、新大阪さん、めちゃめちゃね、良かったです。上の方にね、リンク出しておきますので、まだね、ホリデーインスイーツ新大阪さんの動画見てない方、ぜひね、そちらも見ていただければ幸いです。じゃあね、早速これから、ハイアットリージェンシー大阪さん、初めてね、宿泊させていただきます。めっちゃ楽しみです。向かっていきたいと思います。行ってまいります。はい、こちらのですね、桜橋出口の方からね、各ホテルのバスがね、出てるみたいです。ハイアットリージェンシー大阪さんにつきましては、30分おきですね、0分と30分で、今ね、リーガロイヤルホテルさんのバスがね、来てるという感じなので、まあ、こんな感じでね、おそらく来ると思いますので、待ってたいなと思います。はい、ホリデーインさんの方からですね、タクシーでね、行こうかなと思ったんですけど、意外と距離があって6000円ぐらいね、かかりそうだったので、まあ、大阪駅の方まで移動してきてですね、シャトルバスをね、利用していこうかなというふうに思います。じゃあ、とりあえずね、バスが来るまで待ちたいと思います。はい、バスのね、時刻表はね、ここに、貼ってあるという感じですね。駅マルシェのね、壁の方にね、バスのダイヤがね、載ってるっていう感じですね。英国ホテル大阪さんのバスです。はい、じゃあね、到着しましたので、チェックイン手続きね、向かっていきたいと思います。フロントがね、あちらの奥でございます。はい、それにしてもね、めちゃめちゃ重厚感ありますね。びっくりです。はい、それじゃあね、今チェックイン手続き完了しましたので、早速ね、お部屋の方に向かっていきたいと思います。じゃあね、こちらの奥がエレベーターホールということなので、向かっていきたいと思います。はい、本日ね、アップグレードいただいてですね、プレミアムキングというお部屋にね、アサインいただいております。いやー、めちゃめちゃね、重厚感ありますね。こっちのフロアなんかもかなり広い。その奥がエレベーターホールっていう感じですね。いや、すごいな。びっくりしますね。はい、ではエレベーターに乗っていきたいと思います。なんだこれは。ハイアットリージェンシーさん、すごいですね。びっくり。まあ、荷物はかざす必要なさそうですね。本日はね、11階のお部屋にアサインいただいてます。上はね、クラブラウンジとか28階なので、めちゃめちゃ高いですね。はい、 B1 にはですね、コンビニがね、22時までね、やってるみたいです。はい、では11階です。お、めっちゃ広い。こんな感じですね。で、本日はですね、お部屋となってますので、こちらに見てですね、すごい落ち着いた感じです。お、角部屋ですね。はい、本日はね、こちらの1121ゴーストになっております。まあ、1回ね、入ってるんですけどね、失礼します。おお、めちゃめちゃ、これスイートじゃないんですかね。はい、正直ね、そういう印象を持ちました。じゃん、めっちゃ広いんですよ。やばくないですかこれ。はい、ということで、まあ、ちょっとね、お部屋一通り、見ていきたいなというふうに思います。はい、左手がね、洗面ですね。ということで、まず本日のお部屋ですね、エレベーターホール出ていただいて、1121号室。他のお部屋と比べても結構広い。対象のとこだと1109が同じ広さっていう感じですかね。めっちゃ広くないですか？はい。で、ルームキー等はね、かざす必要はありません。入っていただいて、右手が洗面、左手がミニバーとなってますね。はい。
ネスプレッソマシンがあって、電気ケトル。そして、ネスプレッソのポーションが2種類。2個ずつで4個という感じですね。アイスペールがめちゃめちゃでかい。ちょっとカメラ置いときましょう。なんでこんなアイスペールでかいんだろう。あ、なるほど。こういう感じ。めちゃでかい。で、お水と、こちらが、ほうじ茶。そして、煎茶でしょうか。はい、煎茶がございます。湯飲みジャーもね、いい感じじゃないですか。で、電気ケトルと、グラス類もね、めちゃめちゃ多くあります。お、なんだこれは。なんか、お抹茶とかいただきそうな感じの、ね、そんな感じです。で、ここら辺が、お、すごい。コーヒーですね。ちゃんとね、袋のものもあったりしますね。お砂糖だったりとか、ジャック・ダニエルとかね、ウイスキーが2本ずつありますね。ジンとかね。で、柿の種とか、はい、旨塩。そしてワインとかがありますかね。はい。こんな感じ。いや、すごいな。重厚感がすごい。お、こっちはなんだ？あ、こうやってなんか引っ張り出してね、なんかできるんですけど、何も特には入っておりません。で、こちらの冷蔵庫。おお、めっちゃ入ってる。料金表は特に見当たらないんですけど、これは無料なんでしょうかね。ちょっとね、確認してみたいと思います。はい。なんか、無料っぽい気もしますけど、どうなんだろこんな感じでございます。そして、こちら、右手が洗面ですかね。いや、めっちゃ広い。ちょっと全容を見てみましょうかね。はい。おお、洗面台。こんな感じのね、洗面台。そして奥には荷物をね、置いていただく台があったりしますけど、まあ、こんな感じですけど、まず入って、スリッパとかですね。こんな感じの、ふわふわスリッパっていう感じです。そして、こちらのシューミットだったりとか、懐中電灯、替えのね、トイレットペーパーなどがございます。そして、シューブラシとかね、靴べらがございます。あ、ここに一応荷物乗っけられる。ちょっと、あれですね。幅が あれですけど。そして、こちらセキュリティボックス、セーフティボックスがございます。ここら辺は、あ、ランドリーの袋とかですね。はい。安全の手引き。から。お、こちらは、館内着というか、ルームウェアですね。はい。浴衣という感じになってます。いいじゃないですか。すごい。そして、こちらのドレッサーですね。鏡もこんな感じであって、すごい。で、ここら辺は空っぽい。空っぽい。空っぽい感じですね。空ですね。はい、空。から、から、からっていう感じでございます。はい。で、こちらが洗面台と、こちらがバスルーム、ビューバスっていう感じですね。で、こちらに、ビダルサスーンのドライヤーがね、ございます。で、タオルとか、こちらがね、バスローブですけど、まあ、特にロゴとかは入ってなさそうですね。すごい、吸収しそうなね、タオル生地となってます。そして、バスタブという感じです。景色どういう感じなんですかね。夜景とかね、ちょっと楽しみですね。はい。で、こちらにコップ類があって、はい。これがアメニティですね。ポルティコシャンプー、コンディショナー、ボディーソープ、ボディーローション。ポルティコということでございます。使ったことないですね。はい。で、歯ブラシとかね、ございます。で、石鹸。はい。まあ、洗面台はね、2箇所あるという感じです。で、足元には体重計とゴミ箱がね、ございます。で、こちらがシャワーブース。レインシャワーはないんですかね。これなんだろう。換気口かな。なんかここら辺には座っていただけるようなね、椅子がありますね。はい。で、温度と普通のハンドシャワーっていう感じでしょうかね。はい。まあ、水圧めっちゃ強い。はい。こんな感じのシャワーとなっております。ってことは、こちらがお手洗いでしょうかね。はい。こういう感じのお手洗いとなってます。ウォシュレット。はい。
電話とかトイレットペーパーがございます。まあ、こんな感じですね。ああ、一応ここあれなんですね、閉めていただくこともできる。めっちゃで広いですね。扉がもう重い、すごいです。ほう、私もね、ジャケットかけてますけど、こんな感じで、荷物置いていただく台とかね、ハンガーとか、で、ここにも一着ね、バスローブが、ございます。こちらの先はなんか、あれですかね、インテックス大阪さんっていう、なんか商業施設かなんかなんでしょうかね。はい。これなんだろう。なんか、エアコンかなんかでしょうか。はい。すごいですね。はい。じゃあメインのね、出身室の方に向かっていきたいと思いますけど、いやー、めっちゃ広いんですよね、これ。すごくないですか。はい。で、入っていただいて、ティッシュ台があります。ティッシュ台すご。はい。で、エアコンでございます。で、テレビですね。ちょっと型的には古い感じのね、アクオスさんですけど、アクオスさん、はい。まあ、あのHDMI とか差しやすいのかな。こんな感じです。で、あの DVD プレイヤーがあったりとか、ここの下もね、収納ありますけど、まあめっちゃ広いけど、特になんか入ってるわけではないですね。はい。で、こちら、なんか卓がありますね。3名でゆったり座っていただける卓がありまして、これは、あれですね、炭酸水ですかね。あ、ミネラルウォーターなんだ。はい、お水いただいてます。で、私のメッセージカードもね、いただいております。ありがとうございます。ちょっと中、見てみたいと思います。はい、こんな感じでですね、この度はハイアットリージェンシー大阪をご利用いただき誠にありがとうございます。スタッフ一同精一杯おもてなしをさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご不明な点やご要望などございましたら、お気軽にフロントデスクまでお申し付けください。快適なご滞在となりますようお祈りしております。ごゆっくりとおくつろぎください。ということで、はい、メッセージいただいてます。で、これが、みちしょう、しずきって書いてあります。なんだろう。しずく。はい。ドライフルーツございます。ありがとうございます。まあ、鍵なんかもね、こんな感じで、リージェンシークラブということになってますね。はい。で、ここに、電話機があって、LAN ケーブルがありそうですね。はい。で、ここが、コンセントがね、足元にありますけど、これなんだろう、動かない。前はブラインドかなんかだったんでしょうかね。はい。で、ベッドですね。こんな感じで間接照明もございますという感じです。まあ、特には何か入ってるわけじゃなさそうですね。挟んでました。この下は開かないですね。結構低い感じのベッドなんで、レイ君とかも上がりやすそうですね。まあ、今日は私一人なんですけどね。はい。で、こちらの方にも間接照明があって、電話機とか、ライトのね、コントローラーとかがございます。で、こちらにですね、なんだこれ、タブレット、USB-A が2箇所あるって感じですね。で、コンセントが2箇所といった感じです。で、電話機。で、聖書が入ってございます。これ何ですかね、空気清浄機、加湿器かなんかでしょうか。ね。そんな感じですね。お、電気ついた。おしゃれ。はい。そしてこちらの方にもね、ソファーがあって、なんかゆっくりできそうな感じのお部屋ですね。はい。で、二面採光ですけど、角部屋なので、まあ、採光部がめちゃめちゃね、広いので、ビューがね、楽しめますね。あれ、先島タワーっていうんですかね。奥の方には海もね、見ていただくことできますね。はい。向こうが、あれですかね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンとか地方面なんでしょうかね。はい。まあ、こんな感じのね、お部屋となっております。何部屋あるんだろう、めっちゃ広いですね。いかがでしょうか。本日はこちらに一泊ね、お邪魔させていただきたいと思います。はい。それではね、Wi-Fi 接続しましたので、速度測っていきたいと思います。行ってみましょう。はい、速度出ました。ダウンロード、下りが 20.67Mbps、アップロード、上りが 15.06Mbps となってまして、まあ、通常のね、まあ、やっぱり利用上は問題ないと思いますけど、ストリーミングとかだと、まあ、夜とかだとちょっとね、不安定になる可能性はあるかなという感じでございます。
はい。ということで、本日はですね、こちらのハイアットリージェンシー大阪さんの方にね、お邪魔させていただきたいと思っております。初めてね、宿泊させていただきました。普通のカードとちょっと違うのかもしれないですね。これリージェンシークラブなので、クラブアクセスの方はこのカードなのかもしれません。で、初めてねやってきましたけど、いやー、すごくお金がかかってる建物だなっていう感じで、なんだろうな、あっちこっちになんか、まあやっぱ広いっていうのもあるんですけど、撮るところがね、撮影するところがめちゃめちゃ多くありますし、なんだろうな、すごくね、映えスポットみたいなところもやっぱりあるんで、まあ多分ね、ウェディングとかもやりますから、ウェディングフォトとかね、する場所とかも設けてて、意外とね、あの階段とか、あの映えスポットがあるのかなっていう感じはありましたね。まあ改めて思うと、やっぱりそういったホテル内でですね、あのウェディングとかやってるホテルさんは、まあウェディングフォトのね、やっぱりスポットとかもあるので、まあ映えスポットってのは必ずあるのかなというふうにね、ちょっと今、遅ればせながらね、思いましたね。はい。なので、まぁ、ちょっとね、夜の雰囲気とかも、まぁ、いろいろね、写真撮ってみたいな、というふうに思える、ホテルなので、今日はね、ちょっと忙しくなりそうな感じはします。はい。で、ご案内等をね、いただきましてですね、まぁ、このようにですね、レストラン関係のね、ご案内、まぁ、11時半から14時半でランチがあったりとか、なんだろう、これ、サマヨーっていうレストランなんですかね。ディナーは予約制で、17時半から22時までとなってます。ということで、ラストオーダーは21時っていう感じですね。で、朝食に関しまして、リージェンシークラブ。あのラウンジの方につきました朝食が7時から11時、1階のザ・カフェにて、利用していただくことができるという感じですね。で、アフタヌーンリフレッシュメントっていうのが、まあ、ティータイムだと思います。12時から17時、28階のリージェンシークラブラウンジにて行っておりますという感じですね。まあ、今日はね、今いろいろ撮影とかしてたら、今この時点でもう17時もありますので、まあ明日はね、16時までレイトチェックアウトいただいてますので、まあ明日ね、ティータイム見てに行こうかなと思います。で、まあ、先立って申し上げてしまうと、レイトチェックアウト16時まで OK いただいたんですけど、お部屋のね、移動がございます。14時までこのお部屋を利用させていただくことができるんですけど、14時以降はまあ別のお部屋、このお部屋がね、予約埋まってるそうなので、別の一般的なお部屋にね、移るっていうことでよろしいですかっていうことだったので、個人的にはね、別のお部屋見ることができるのでめっちゃ嬉しいんですけど、ぜひお願いしますということでお願いさせていただきました。最高です。はい。で、イブニングカクテルが17時半から19時半までとなってまして、まあ、リージェンシークラブラウンジの方でね、行うという感じでございます。で、まあ、週末、まあ、今日はね、もう2月の12日でございますけど、昨日の土曜日とかね、2月11日は、なんか混雑するね、予定があったみたいで、16時半から18時半が一部、19時から21時が二部という形で、まあ、週末ね、土曜日とかだと、二部制になったりすることもあるのかなっていう感じですね。で、ソーシャルスペースでお子様連れのお客様で お遊びのできる場所をお探しでしたら、2階のね、ソーシャルスペースをご利用くださいということでございます。どういう感じなんだろう。24時間営業という感じだったんですけどね。ちょっとね、今日か明日かでもちょっと見に行きたいなというふうに思います。で、それ以外はですね、ロビーラウンジがアフタヌーンティーやってますよとかね、そんなご案内がありまして、それ以外にはですね、こちらのフィットネス関係ですね、ジムがですね、4階にございまして、6時半から21時半までという形で、スタッフさんがね、まあ、常駐されてるので、まあ、ちょっとね、ちらっと見に行くとかっていうのもちょっと厳しいかなというふうに思いますので、まあ、ちょっとね、行くのは差し控えさせていただこうかなと思います。で、ロッカールーム4階だったりとか、ウェットエリアがね、屋内プール、サウナ、スパ、5歳以下のお子様は保護者同伴にてご利用くださいということで、まあ、一応ね、利用していただくことができて、屋内プールは6時半から21時半の時間帯でオープンしておりまして、まあ、あらかじめですね、最大1グループ40分までで6名が最大という形になってます。まあ、完全予約制という感じですね。こちらはまあ結構徹底的にされているのかなというふうに思いますので、まあでもね、いろいろネットで見る限りでは、まあ、本当にね、健康的な感じのね、スイミングをしに行くみたいな感じのプールなので、まあ今日はレイ君もいないので、まあいいかなという感じで、一応ね、水着は持ってきてるような状況なんですけど。はい。ということなので、まあちょっとね、ゆっくりさせていただいてですね、まあライブのね、準備なども、やらせていただいて、まあ17時半からカクテルタイム、イブニングカクテルがありますので、まあ18時過ぎぐらいでもね、行ってみようかなというふうに思います。はい。で、地下1階にはですね、コンビニがね、ありまして、朝の7時かな、7時から夜はね、22時までやってるっていう感じだったと思いますので、まあコンビニとかもあったらね、非常に利便性いいなっていう感じですね。はい。非常にいいホテルです。もう、この時点でめっちゃいいなというふうに思いますし、で、今回はですね、このお部屋、プレミアムクラブキング、
ていうお部屋になってまして、めっちゃ広いんですけど、これスイートじゃないのかなっていう感じなんですけども、率直なとこね。はい、そんな状況でございます。なんかね、お部屋の間取り図とか見てもめっちゃ広いから、なんかスイート級のお部屋だなっていう感じはしてるんですけどね。はい、ということで。いや、グローバリストの恩恵を受けられてね、本当に嬉しい限りでございます。ということで、まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、イブニングカクテルの方にね、向かっていければと思います。はい、ということでですね、もう18時半回りまして、もうねだいぶ暗くなりましたので、これからねクラブラウンジの方に向かっていきたいなと思います。で、今しがたですね、向かおうかなと思った矢先なんですけど、このようにですねケーキをいただいております。はい、まあ2月ね、私誕生日好きということもあって、わざわざねケーキをお持ちいただきました。ありがとうございます。こういう情報とか入ってるんですね。はい、ということでラウンジね向かっていきたいと思います。はい、ラウンジねこんな感じでめちゃめちゃね贅沢な作りになってます。はい、ということでね、こんな感じでお料理を持ってきました。お肉とかねあったみたいですけど、もう19時過ぎでですね、今ねもうなくなってしまってるのか補充待ちなのかっていう感じですね。まあ、とりあえずねいただいていきたいと思います。とりあえずねいただいていきます。一応ね窓際の席とかも空いててね、すごく開けてて、ね、いい眺めですね。お肉とかね補充とかされるといいんですけどね、とりあえずいただいていきます。カツオかな、うん、うまい。結構ねお子さんとかもいらっしゃいますけど、まあ落ち着いてる感じはやっぱりしますね。マリオとかとね比べるとだいぶ落ち着いてますね。まあ、はい、最後ね果物とスイーツをねいただいてお部屋の方にね戻っていきたいと思います。いや結構ねお腹いっぱいになりますね。結局鶏ももは出てこなかったです。はい、ハイアトリージェンシー大阪さんの中にリゾナーレ大阪さんってあるんですね。星野リゾートさん面白いですね。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったです。やっぱりね落ち着いてますね。はい、ラウンジも広々としてて、まあ、お子さんもいてね、私は気にならなかったですけど、まあ暴れたりとかはなかったですけど、やっぱお子さんのね声はしますので、まあでもね私も子供連れなんでね、まあ、今回一人ですけど、賑やかでね、いいかなというふうに思いました。まあね、特には気にならないでしょう。お酒もね、ゆっくり飲めましたし、チキンのね、補充だけがね、7時以降なかったのが、まあちょっと残念でしたね。まあ食べる食べないは別にしても、ちょっと写真撮りたかったなと思います。やっぱり、そういったね、メインディッシュみたいなお料理については、ある程度の一定数の量が出てしまうと、もう補充がね、なかったりっていうのはあるのかなというふうに思いましたね。いやー、なんか2杯ぐらいしか飲んでないんですけど、いい感じでね、酔いが回りましたね。で、上ね、リゾナーレ大阪さんとかもあるみたいで、なんか面白いなっていう感じでしたね。まあ、今度レイ君連れてね、ぜひまた、遊びに来たいなっていうふうに思いますね。はい。ということで、まあ、今日はね、また22時半からライブをお届けする予定となってますので、上の方にね、そちらのアーカイブのリンク貼っておきますので、よかったらそちらもご参照いただければと思います。ということで、明日ね、朝食、臨んでいきたいなというふうに思います。はい。ということで、おやすみなさい。またね、明日の朝お会いしましょう。はい。おはようございます。いやー、ぐっすりね、眠ることができました。なんやかんやね、テンションが上がってですね、2時ぐらいまでね、寝れなかったんですけど、ゆっくり、眠ることができました。もうね、7時ぐらいには、起きたんですけどね、まあ、ゆっくりいろいろちょっと仕事とかしてたら、もうね、なんやかんや10時という感じなので、今日ね、あいにくのちょっと天気でですね、雨が降ったり、止んだりみたいなね、天気が繰り返されるみたいなんですけど、まあ、これからとりあえずね、朝食をいただいてですね、まあ、14時までね、こちらのお部屋でゆっくりさせていただいて、14時には別のね、お部屋に16時レートチェックアウトの
間ですね、ちょっと部屋を移らないといけないということもあるんですけど、まあ他のね、お部屋も見ていただくことができるというチャンスなので、見させていただいて、まあ、そこで1時間ぐらいゆっくりしてね、東京の方にね、帰っていこうかなというふうに思っております。まあ、とりあえずね、朝食、11時までなので、10時半ぐらいです。お料理下がっちゃうかもしれないですけど、まあ、これからね、向かっていきたいなというふうに思います。1階のね、ロビーのとこにあるカフェみたいなとこで、朝食食べるみたいなので、向かっていきたいと思います。行ってまいります。こちらがね、朝食会場となっております。はい、ということで、ね、こんな感じでですね、朝食メニューを持ってまいりました。結構ね、種類豊富でいいですね。ちょっとね、持ってきすぎた感じはあります。パンもね、美味しそうだったんで、ついついね、手を出しちゃいましたね。クロワッサンとかね、はい、ちょっとボリューミーですけど、いただいていきたいと思います。結構ね、こちらガラス張りでですね、開放的で明るくていい感じですね。はい、まあ、とりあえずね、いただいていきましょう。はい、ということでね、いただいていきたいと思います。オムレツはね、なんとね、キムチチーズだそうなんですよ。初めて食べます。結構まろやかになってね、皆さん結構外国の方も好評みたいです。うん、あ、おいしい。キムチチーズオムレツ美味しいですね。メニューもね、めちゃめちゃ豊富ですし、11時までね、お料理提供してるのは非常にいいですね。10時ぐらいに来ると落ち着いてます。あとね、こちらのクロワッサンがめちゃめちゃね、美味しそうだったんで取っちゃいましたね。結構大きいんですよね。はい、いただきます。うん、バターの香りがめっちゃいい。うん、ふわふわで柔らかい、軽い感じでいいです。甘みもあって美味しい。ということでね、まあ、結構持ってきちゃったので、頑張って食べてですね、お部屋の方に戻ってね、ゆっくりしたいと思います。じゃあ食べていきます。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね、美味しかったです。そしてね、レストランめちゃめちゃ落ち着く空間で良かったですね。今日ね、あいにくの天気で曇り空、今雨はね、止んでたんですけど、曇り空でですね、日はあまり入ってこないような状況だったんですが、それでもね、やっぱり明るく感じる、なんだろう、テラス席みたいな感じでね、良かったですね。あれがね、逆に天気が良かったらもう開放的でね、気持ちいいでしょうね。お料理もね、非常に美味しくて、パンがね、めっちゃ美味しかったですね。まあ、ご飯も当然美味しいんですけど、なんかパンが比較的すごい、クロワッサンがね、美味しかったです。大きいんですけど、意外と、なんだろう、ふんわり度がすごいので、お腹にそんなに来なくてね、食べれる感じだと思いますので、ぜひね、試していただきたいなというふうに思います。まあ、本日はね、これから、まあちょっと、作業をね、させていただいて、ゆっくりさせていただくんですけど、これからね、14時に、お迎えが来るので、お迎えが来るってなんか変な感じですけど、まあ、お部屋のね、移動がありますので、まあ、14時までちょっとゆっくりさせていただいて、14時になりましたらですね、まあ、ご指定されるね、お部屋の方に移動させていただいて、ゆっくりね、もうしばらくさせていただきたいなというふうに思いますんで、お部屋の移動後、また動画でね、そのお部屋ちょっと撮っていきたいなというふうに思います。はい、ということでね、お部屋移動のため26階の方にね、移動してまいりました。ここが旧ラウンジみたいな感じでしょうかね。はい、なんかね、そんな感じしますよね。本日ね、レイトチェックアウトのお部屋で2617号室ご案内いただきましたので、そちらの方にね、向かっていきたいと思います。はい、2617、こちらですね、2617コース。はい。おお、こんな感じですね。ここでもね、40平米あるお部屋みたいですね。はい。ビューがちょっとね、変わりますかね。あ、でもね、開放的でいいですね。はい。ということで、まあ、簡単にね、サクッと見ていきましょうかね。
もうコネクティングできそうな感じですね。はい。まあ、十分な広さですね。で、水回りです。はい。ということで、エレベーターホール出てね、右手ぐるっと回ったこの2617ですね。2621とかめちゃめちゃ広いですね。こっちもね。はい。で、入っていただいて左手もね、姿見というかもう鏡張りという感じですね。まあ、ちょっとしたね、荷物置いていただくことがね、できたり。で、こちら鏡張りですけど、収納ですね。はい。バスローブがあったりとか、浴衣。そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがあって、トイレットペーパーから。で、荷物置く台。そしてスリッパ。そしてシューブラシと靴べらですね。はい。こんな感じです。で、右手ね、ここ閉めていただくこともできますけど、水回りですね。はい。まあ、こんな感じのバスタブ。バスローブがあって、まあ十分広いですね。で、ドライヤーなんかも変わらないですね。ビダルサスーン。そしてアメニティはね、やっぱりこのタイプなんですね。はい。ございます。洗面台は一つですけど十分ですね。はい。で、ウォシュレット。で、シャワーブースがあるという感じです。レインシャワーはありません。ハンドシャワーのみですね。はい。で、移動してミニバーのコーナーですね。ここはエスプレッソマシーンはね、なさそうですね。で、上にアイスペールと大きいやつね。グラス類。そしてお水とかですね。お茶。はい。同じようにほうじ茶、煎茶が入っております。そして電気ケトルと、まあミニバー。やっぱ2本ずつなんですね。これはもう定番なんですね。で、コーヒーとかお砂糖がございます。で、ミニバーのね、メニューということで、冷蔵庫の中もフルセット一緒ですね。はい。で、出身室。まあ、ちょっとね、ドレッサーみたいなテーブルがあって、テレビとか。そしてツインルームになってますね。こんな感じ。エアコンとかも基本的には一緒な感じですね。はい。ここら辺の USB-A がね、2箇所とコンセントが2箇所っていうのも変わらないですね。なるほど、聖書。こんな感じです。テレビも一緒ですね。ここら辺は空っぽいですね。空。空。空という感じです。で、テレビのリモコンと。まあでもね、おしゃれですし、非常に十分じゃないかなと思います。はい。まああとね、2時間こちらのお部屋でね、ゆっくりさせていただきたいなというふうに思います。はい。っていう感じでですね、わざわざね、お部屋をもう一つご準備いただいて、こちらでね、デラックスツインというね、お部屋となります。まあ、オーシャン3セットなのかがね、ちょっとわかんないんですけど、夕日が見えるお部屋だったら、3セットデラックスツインというお部屋みたいなんですけど、ちょっとね、ここだけだとわかんないですね。はい。で、初めてね、こちらハイアットリージェンシー大阪さんお邪魔させていただきましたけど、めちゃめちゃいいですね。はい。まあ、ゆっくりね、させていただいて、ゆっくりね、帰っていきたいなと思います。またね、こちらのホテルお邪魔させていただければなというふうに思いますので、まあ、皆さんもぜひね、機会があればチャレンジしていただきたいなと思います。ということで、ね、今回の動画に関しましてはね、こちらで以上とさせていただきたいと思います。この動画がためになった、参考になった、面白かったという方は、ぜひね、高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。概要欄下の方に私、Twitter、LINE、Instagram やってまして、URL 貼ってありますので、ぜひ合わせてフォローチェックよろしくお願いいたします。私の動画の方ではホテルの宿泊レビューであったりとか、航空機の搭乗レビュー、旅に関する有益な情報等を発信させていただいております。情報の見逃しがないようにぜひチャンネル登録、ベルマークの通知ボタンを押していただいて、次回の動画もチェックしていただけると嬉しいです。ということで、また次回次の動画でお会いしましょう。